に聞いたセルゲイ・エビチ・ミハルコフは、ロシアの映画監督、脚本家、俳優。1945年10月21日、モスクワで生まれる。父親は作家であり、ソビエト連邦国家及び、ロシア連邦国家作詞者のセルゲイ・ミハルコフ。母親も、詩人という芸術家の家庭で育ち、幼少期から、モスクワ芸術座で演技を学んだ。また、 兄のアンドレイ・ミハルコフ・コンチャロフスキーも映画監督である。学生だった1964年に、ゲオルギーダ・ダネリア監督の、私は、モスクワを歩くに出演。兄アンドレイの、貴族の巣などにも出演するなど、1960年代は、主に俳優として活動していた。その後、前祖国立映画大学に入学し、ミハイル・ロンムの下で映画制作を学んだ。 1974年初の長編光と影のバラードを発表。1976年の愛の奴隷はアメリカでも上映され高い評価を得た。翌1977年の機械仕掛けのピアノのための未完成の儀曲はサンセバスティアン国際映画祭でグランプリを受賞した。また黒沢明監督がソ連で制作したデルスーザーラの支援も行った。 1991年、ウルガが第48回ベネツィア国際映画祭で禁止賞を受賞。同作は1993年のヨーロッパ映画賞で作品賞も受賞した。1994年には太陽に焼かれてが第47回カンヌ国際映画祭で審査員グランプリを受賞。翌1995年の第67回アカデミー賞では、 外国語映画賞も受賞した。1998年のシベリアの理髪氏も工業的な成功を収めた。2007年9年ぶりの監督作となる12人の怒れる男を発表。翌2008年には第21回東京国際映画祭でチェーン開口監督と共に黒沢明賞を受賞した。2010年代に入り太陽に焼かれての続編となる。 戦火のナージャと遥かなる勝利へを発表し三部作を完成させた。なお三部作のすべてで娘のナージャを俳優として起用している。ありがとうございます。